ダイエット効果の高いリンゴ酢ですが、飲む時間を間違えると逆効果になってしまうんです。そこで今回は絶対に飲まない方が良いリンゴ酢の飲むタイミング、詳しくお話します。リンゴ酢のダイエット効果高めたい方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。危険、飲んではいけないリンゴ酢の飲むタイミング、お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜリンゴ酢で痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、絶対ダメなリンゴ酢の飲む時間帯、タイミング、詳しくお伝えしますね。では1つ目の項目です。なぜリンゴ酢で痩せることができるのか、その痩せるポイント6つご紹介します。まず1つ目はこちらです。腸内環境が整って痩せますなんですね。なぜかというと、たくさんあるお酢の中でもこのリンゴ酢、特にですね、純リンゴ酢と呼ばれる原材料がリンゴのみ、リンゴ果汁 100% のみでできている、こういった純リンゴ酢が痩せるリンゴ酢になります。で、このリンゴ酢が一番酢酸という成分がお酢の中でも多く含まれているんですね。で、この酢酸があなたの腸の動き、蠕動運動を活発にしてくれるからこそ、代謝が上がって痩せることができるんです。では痩せるポイント、2つ目はこちらです。血糖値の急上昇をぐっと抑えてくれるから痩せますなんですね。すっごく大事です。誰だって何かを食べれば血糖値が上がりますね。で、その急上昇する間にどん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 脂肪を溜め込んでいくと、こういったところをぐっと抑えてくるのがこの純リンゴ酢の効果になります。そうすることであなたは脂肪を溜め込みにくくすることができるんですよ。痩せるポイント3つ目はこちら、食欲を抑えてくれますなんですね。これも本当に私、毎日リンゴ酢ダイエットをしている方からコメントいただくんですけれども、先生って、リンゴ酢を始めるととにかく今まであれだけ食べてたね、食事量が、どんどん減ってますと。なぜかというと、お腹が空かなくなりました、リンゴ酢のおかげでっていうね、嬉しいお声たくさん届いてるんですね。それほどやはりダイエットを成功させるためには、暴走する食欲をいかにコントロールするか、抑えることができるかっていうのもとってもポイントになってきます。痩せるポイント4つ目はこちら、脂肪をどんどん燃やしてくれますなんですね。これもすっごく大事です。リンゴ酢を飲んでいかれますと、血液中のね、中性脂肪どんどん溶かして燃やしてくれてっていうことで、私のもとにも、先生って健康診断に行ったら中性脂肪値がなんと前回の半分以下になって正常値になってましたとかね、嬉しいお声をいただくくらい、やはりしっかりとリンゴ酢を使って脂肪を燃やしていくことってとっても大切になってきます。痩せるポイント5つ目はこちらです。便秘を解消してくれます。すっごく大事。便秘の方はデブ体質なので、何をやっても結局待っているのはリバウンドなんですね。これ本当悲しいんですけども、過去の私もそうです。1週間出ないとかね、もう本当苦しくてパンパンでね、もう便秘の方のこの辛さはやっぱりね、便秘の方しかわからないなって思うんですけれども、便秘のままだとお腹の中がもうデブ菌だらけですからね、これは痩せることができません。ということで、どうすればよいかっていうと、やっぱりこういった純リンゴ酢ですね、天然水であったり無糖の炭酸水であったり、またね、無調整豆乳とかでもいいですね、しっかりと毎日大さじ2杯飲んだり食べたりすることで、先生ってもうあんなに長年苦しんできた便秘がね、リンゴ酢をまだ飲み続けて1週間も経っていないのに毎日出てますっていうね、嬉しいお声が届いてるくらい、やはりこのリンゴ酢って便秘解消にもめちゃくちゃ効果がありますから、ぜひ便秘で苦しんでらっしゃる方はリンゴ酢始めてくださいね。痩せるポイント6つ目はこちら、むくみを改善することができるということで、これ嬉しいですよね。せっかく痩せたのにむくみ体質のままでしたら、こう見た目がすっきりしてませんからね、あら痩せたとかね、なんか言われにくいわけですよね。これすごく悲しいんですよ。なので、しっかりとむくみを改善する成分ですね、カリウムが豊富なこの純リンゴ酢をしっかりとね、飲まれることで見た目もすっきりデトックスすることができるんです。では2つ目の項目です。絶
第2ダメなリンゴ酢の取るタイミング、詳しくお話します。ダメなタイミング1つ目はこちら、朝起きてすぐにリンゴ酢ドリンクを飲むになります。空腹ですよね、朝起きて一番。そんな時にいきなりこういった酸性の強いもの、刺激の強いものを入れてしまわれますと胃を痛めます。シクシクしたりね、胸焼けしたりという方がいらっしゃるので、ぜひ朝起きて一番すぐに飲むのはやめましょう。ダメなタイミング2つ目はこちら、空腹時間になります。まあ、朝起きてすぐもそうでしたけれども、日中でも例えばちょっとね忙しくってお腹ペコペコの時にいきなりまたこのね酸性の強いリンゴ酢飲んでしまいますと、先ほどお伝えした通り胃や腸を痛める原因になりますから、ぜひ空腹時間にいきなりリンゴ酢を飲むのはやめましょう。ダメなタイミング3つ目はこちら、胃腸が弱っている時になります。とにかくですね、今日なんかちょっと胃腸の調子悪いなっていう時は控えていただくか、もう極力薄めて飲んでいただくっていうことを心がけてくださいね。ダメなタイミング4つ目はこちら、歯磨きの直前に飲むになります。やはりね、酸性の強いこのリンゴ酢飲んだ直後というのは歯の表面のねエナメル質がやっぱり傷みやすくなってますよね。そんな時に歯ブラシでゴシゴシで磨いてしまうと歯を傷める原因となります。でまたこれも注意なんですけれども、リンゴ酢を飲んだ寝る前に、そして歯も磨かず寝てしまった、これも良くないですね。しっかりとお口をゆすぐなり、やはりリンゴ酢を飲んで30分経った以降にしっかりと歯磨きをしてぐっすり眠っていただきたいと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はこのダイエット効果の高い純リンゴ酢、原材料が国産リンゴ果汁 100% のみでできているこういったね純リンゴ酢を毎日大さじ2杯飲んだり食べたりするとすごいダイエット効果があるっていうのはもうお分かりになったと思います。ただし飲むタイミング時間帯を間違ってしまうと体調を崩す恐れもありますし、何よりも続くことがね難しくなってくると思いますから、ぜひ気をつけて日々のダイエットに取り組んでいただきたいと思います。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際にやってみたらこんな風になりましたって嬉しいコメントいただけますととっても励みになります。お待ちしています。それでは次回の動画でお会いしましょう。